まず蚊の活動時期についてなんですけれども、意外と長期間なんですよね。まだ蚊じゃない、夏じゃないのに蚊がいる、もう秋なのに刺されたという経験がある方もいると思いますが、蚊の活動期間、意外と長くて、4月の下旬から活動を始めて、ピークは7月から9月、そして11月の下旬まで続くんですよね。え、4月に生まれて12月まで生きているということではないんですね。はい、まあ、1匹の成虫の蚊の寿命は 1,2、はい、ヶ月ということなんですけれども、この活動期間の間は繁殖がしやすいということなんですね。なるほど、はい、で次に気温によって蚊の活動がどう変化するのか、専門家立ち会いのもと検証した映像があります。こちらです。温度を37度前後と26度に設定した箱の中に蚊を入れ、両方に腕を入れますと、体張ってますね。26度の箱ではすぐに数匹の蚊が血を吸い始めました。しかし37度前後の方はわずかに反応している蚊がいるものの、動きが鈍かったんですね。でこの5分後入れていた腕、どうなったかというと、26度の方は7箇所刺されていました。刺されてますね。はい、で一方で37度前後の方は1箇所も刺されていなかったんです。まあ、この実験を監修していただきました害虫防除技術研究所の白井義和所長は、蚊の研究をして25年のスペシャリストで、その白井さんによりますと、蚊が活発に活動するのは25度から30度ということなんですね。まあ、実は35度を超える猛暑日には蚊も弱ってしまって刺されにくくなる可能性があるそうなんですよね。